せーの、皆さんこんにちは。ヒューです。ヒューです。お久しぶりです。本当に久しぶりにお声かけます。いかがお過ごしですか？そうなんですね。お久しぶりです。あ、もちろんですよ。もう朝から出たのに。お元気にしてましたか？もちろんもちろん。ですね、コロナで3年半ぐらいですね、日本のコンサートができなくて、皆さんと会うのができなくて、本当にそれが悲しい方ですよね。寂しかったですね。でも皆さんが私たち の YouTube のチャンネルをたくさんの方々がご覧くださって、私たち本当に幸せな時間でした。温かい皆さんのコメントを通して、本当にとてもヒューとしてお力になりました。本当にありがとうございました。今からもこれからも、まあ、ほぼコロナ終わったのでね、頑張ってなんかコンサートやりましょうよ。すぐ会える気がどんどん来るですね。ですね。じゃあそれで今日は皆さんにとっても大事なお知らせが一つありまして、紹介したいと思います。何でしょうか？じゃあこれです。じゃじゃーん。太宰府音楽祭に出演することになりました。そしてもののけ姫のテーマ曲で、日本でももちろん韓国でも愛されているベラ・ヨシカズさんが今回メインアーティストとして出演することになりました。そしてヒューも一緒に参加させていただくことになって、とっても嬉しいし楽しみです。本当に嬉しいですね、はい、でそれと皆さんに出会うことになりまして、本当に胸がいっぱいでドキドキしています。でそれで皆さんから私たちヒューのチャンネルをご覧くださる皆さんのために直接動画を送ってくれました。もうとっても感動しました。そうなんですね。じゃあ一緒に見ませんか？どうぞご覧ください。ヒューのお二人の YouTube チャンネルをご覧の皆さん、キムさん、リュさん、こんにちは。メラ・ヨシカズです。お二人の YouTube はよく拝見させていただいております。本当にヒューさんのハーモニーの温かさ、美しさ、そして、完成された音楽の世界、ロマンチックだしノスタルジーが漂い、私は大好きです。この度6月25日の太宰府音楽祭2023で同じステージに立てることをとてもとっても楽しみにしています。出演者の皆さんも大変幅広く素晴らしい方ばかり、そして演出、こちらの方も素晴らしいと伺っております。徳永玲子さんもこのプロジェクトに関係してらっしゃるからです。私も太宰府音楽祭、菅原道真公がもともと大好きで、太宰府に個人的に参拝したことがございまして、まさか太宰府の音楽祭で、歌を歌わせていただけるなんてご縁頂戴できるとは想像しておりませんでした。温かい、そして、皆さんの心にタッチできるような、そんな歌を歌えるように、これから私も準備を励みたいと思います。ヒューのお二人、そしてこの動画をご覧になっていらっしゃる皆さんも、ぜひとも太宰府へお越しいただき、かの地でゆっくりお目にかかりたいと思っております。皆さんお待ちしております。待っとるよ。皆さんありがとうございます。皆さんいかがでしたか？じゃあ改めまして、コンサートの情報はですね、この下の字幕をご覧ください。6月25日日曜日なんですね。太宰府で皆さんお会いしましょう。待ってます。会いましょう。バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございます。